どうも文人です。中国に行った友達から中国のお土産もらっちゃいました。まずはこれなんだろう、イヤリングかな、それともハナリングかな。まあでもあれですね、まあすごい綺麗ですよね。そしてここにお金がついてるから、いざお金に困った時はこれを使ってなんとか生活できるという素晴らしいお土産ですね。あと、なんか、キャンディー的なものも、なんだろう、読めない、赤か、多分イチゴのなんかですね、食べてみたいと思います。ん？お、二重包装だ、すげえ。開けたらまた包まれている。どれどれ、じゃあこの赤、なんとかかんとか。おお、これはなんだ、セロファン、セロファンに包まれてるのかな、これ。あ、これビニールだ。ビニールじゃん。味わかんなかったよ。うん、ものすごいイチゴの甘い味がする。おいしい。というわけで中国のお土産を紹介しました。それでは。